はい、今年も毎年冬の大人気のスープヌードル麻婆あんかけ麺を頼みました。長ネギや大きいサイズの角煮、湯気も出ていて熱々でとても美味しそうです。そして去年から販売のドナルドの肉まんもセットになっています。麻婆あんかけ麺とドナルドの肉まんドリンクのセットで1650円でした。麻婆あんかけ麺いただきます。率直な感想は麻婆の味が濃厚で後味がピリ辛、毎年これを食べたら冬だなって感じがします。麺もたくさん入っていて、お肉や豆腐トッピングも盛りだくさん、角煮も柔らかくて美味しいし、豆腐もおそらく絹ごしでお箸でもつかみやすかったです。後味がピリ辛なので辛いのが苦手な方は他のスープヌードルをおすすめします。そしてラーメンの味が辛く、スープが濃厚で白ご飯が欲しくなります。麻婆あんかけ麺は上が麻婆あんかけ、下が醤油ベースのスープヌードルになっています。ボイジャーセットはドナルドの肉まんがついてきます。肉まんのあんの具材は市販で売っている肉まんの味とあんまり変わらないかな、食べやすい味付けになっています。ドナルドの肉まんは小さいサイズなのでペロリと食べられます。このサイズだったらお子様におすすめかな。小さいサイズで寒い時期なのですぐに肉まんが冷えるので早めに食べましょう。はい、ということで今年もハングリーベアレストランにハッシュドビーフが帰ってきました。ハンバーグやお野菜、エッグなどトッピングがたくさん入っています。ラージとレギュラー2つ選べてレギュラーサイズを注文しました。率直な感想はハッシュドビーフのルーが甘めの味、カレーと違って辛くないからお子様でも食べやすい味になっています。ハッシュドビーフの具材が玉ねぎがあったり野菜が多くあります。エッグもふわふわで美味しいし、野菜とエッグ、ハッシュドビーフとお米で食べるのもいいし、どのトッピングとも組み合わせがよくとても美味しかったです。レギュラーサイズでもお米がたくさん入っていて、厚みのあるハンバーグもボリュームがあり、男性の自分でもレギュラーの量でちょうど良かったので、小食の方や女性だとレギュラーサイズがいい量かもしれないです。毎年このハッシュドビーフは美味しくて、クリスマス期間よくリピートしているメニューなので、ぜひ東京ディズニーランドに来た時、昼食か夕食よかったら頼んでみてください。はい、そしてランドのクリスマスの熱々フード3品目はクリスマス期間限定のチョコレートチュロスです。おかえり、クリスマス限定のチョコレートチュロス、袋がレギュラー仕様になってる。毎年出ててこのチョコレートチュロス、ミッキーシェイプにはなってないや、ミッキーシェイプにはなってないけど、白い粉がまた雪らしいというか、チョコレートチュロスは毎年美味しくてよく買います。それではチョコレートチュロスいただきます。あー香りがいい、チョコレートのいい香りがする。熱々、うん、サクサクで、中のチュロスの生地はふわふわ、チョコレートチュロスで甘いんだけど、またこの砂糖がより甘さを上げてくれて、パーク内って結構歩き疲れるんだけど、疲れが吹っ飛ぶくらい甘くて美味しいです。チョコレート生地自体はそこまで甘くなくて、砂糖の方が甘いかな、かかってるシュガーの方が甘く感じる。
東京ディズニーランドではペコスビルカフェで売っていて、東京ディズニーシーでもアラビアンコーストのオープンセサミでも売っているので、クリスマスの期間限定販売なので、これからパークに来る方よかったら食べてみてください。本当に美味しいです。はい、ということで12月東京ディズニーランドで食べられるあったかいパークフード3品食べてきました。今回食べた3品は例年販売していて、麻婆あんかけ麺ももう毎年美味しいし、チョコレートチュロスは買いやすい金額だし、ハッシュドビーフもまあ1000円ぐらいだよね、1人1000円ぐらいで、スープヌードルも冬の時期心も体も温かくなるので、よかったら昼食や夕食に検討してみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方はグッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバイ。